こんにちは、島田です。今回は、肩の動きが固まってしまったりとか、肩甲骨の動きが固くなってしまう意外な原因と、簡単にできる対策についてお話をしていきます。先日お会いした方から、こういうご相談があったんですね。背中で手を組んだりとか、背中で手を合わせる、背中での合掌ですね。こういったものをやりたいんだけれども、やろうとすると、 こんな感じにですね肩甲骨周りがガチガチになってしまって手が届かなかったりとか無理にやろうとすると右肩が痛くなったり右の手首が痛くなるってことだったんですね。この方の場合はあの右手を上にして左手を下にした状態だと背中で手を組めたんですけれども左手が上で右下で背中で手を組もうとするとその右肩が引っかかってしまって痛くてできないっていうことだったんですね。 そこである部分、緩めたら楽になったんですけれども、その緩めた部分で肩の動きが楽になったところ、これ実は、ね、意外なところが原因だったんですねで。どんなところが右肩の動きを悪くしてたのかっていうと、一つは右の背中の外側です。右の背中の真ん中ぐらいの高さから背骨中心からだいたい9センチぐらい離れたところ、ここにコリがあって、ここの硬さがあるせいで右肩の。 もう一箇所の意外なポイントが左足の付け根の前側です。左足のの付け根の前側特に左の腸腰筋と言われる部分ですねこの部分の硬さがあることによって右の肩甲骨の不具合が出てたんですねじゃあこれらがどうその右肩の動きと関係しているのかちょっと順番にお話ししていきます 右の背中の緊張があることによって、肩の動きとか肩甲骨の動きがどういうふうに歪んでいくのかっていうのをちょっと簡単に説明しますね。右の背中の緊張がある状態だと、右側の肩甲骨は下に下げづらくなります。背骨にあの、肩甲骨の下側が背骨に寄せづらくなっちゃうんですね。そうすると、あの強いの 筋肉に引っ張られていくので胸の筋肉に肩甲骨の上っ側が引っ張られてちょっと前肩とか巻き肩気味になるんですねそれに合わせて腕が内向きにねじれていきますそうするとこれやっていただくと分かるんですけれども右手を内側にねじった状態だと左側の肩甲骨が居上といってあの首すくめやすくなるんですよでその状態がずっと続いていると 左側の肩甲骨も上に引っ張られた状態にだんだんなってくるので左側の背中の筋肉が弱ってくるんですねそうすると左側の筋肉の背中とか腹筋が弱ってくることによって左の骨盤がちょっと下に下がってくる感じになりますそれで、えー、左側の骨盤のロックが起きてしまったりとか左側の腰のあたりとかお尻の上の方に緊張が出やすい感じになってくるわけですねで この形が固定化されてしまうとですね、右手を背中に回しづらくなります。後ろに手を回そうとすると、あの肩が引っかかってしまって、右肩が痛くなりますし、後ろに手を回してからうまく力が伝わらなくなるので、肘が曲げづらかったりとか、手を上に持ってきづらかったりするんですね。なので、あの右肩が痛くなってくるというわけなんです。 そして、左側の腸腰筋や足の付け、左側の足の付け根の前側ですね。ここが硬いと、その肩甲骨の動きにどんな影響があるのかっていうと、例えば、背中で手を合わせようとしたりとか、背中で手を組もうと思った時に、右手が左に寄せづらくなります。要は、肘がね、体の中心に寄せづらくなっちゃうんですね。一生懸命手を左に寄せようとしても、押し手が代わりに左に動いていってしまうので、 ずっと手が近づかないいみたななな感じになっちゃうんですねなので例えば、えー、と椅子に座った状態で太ももに負荷をかけながらもも上げをしてもらうのをちょっと比べてもらったりするとその右手が弱かったりとか右肩が悪い人の場合って左側のもも上げがちょっとしづらくなるんですね。これはあぐらで膝が上がってしまうとか足を組む時に組みにくい側があるっていう場合にもあの同じような傾向が見られます。 じゃあ、どうすれば、こういった不具合をとって、肩甲骨や肩の動きがスムーズになるのか。簡単にできる方法が2つあるので、今回はそれを紹介します。まず1つ目は、背骨から9センチぐらい離れた背中の外側の部分ですね。ここの硬さをほぐしてあげるということです。そしてもう1つは、仰向けに寝た状態から体をねじるようにするストレッチですね。これ、寝ながらできます。 これから2つ順番にお話ししていきますね。右の背中の緊張を取るのには、左手でげんこつを作って、硬いところをほぐしてあげるといいんですね。だいたい狙う箇所は背骨から9センチ離れたぐらいのところです。それをげんこつで探り当てます。で、自分が思うよりもちょっと脇に近い方をげんこつで触ってみてください。そうすると、 縦にほぐしたときにちょっと痛いところがあると思うので、それをゴリゴリほぐしてあげると、あの右の肩甲骨の動きが良くなって、肩の動きがスムーズになっていきます。これ、立ったまますぐできる簡単な方法ですので、右の肩甲骨の動き悪いなと思ったら、あの思い立ったときにやっていただくといいかなと思います。寝ながらできる体をねじるストレッチではですね、まず仰向けに寝た状態で、 こんな感じにですね、両手で膝を抱えて胸に引き寄せるんですね。そうすると股関節がスムーズに動くので、その引き寄せた膝を、えー、反対側に持ってきます。例えば左の膝を引き寄せたんだったら、その膝を、ね、右に持ってくるんですね。そして左手は左側に伸ばしますで。曲げてる膝の外側を膝と反対側の手で持ちます。例えば左の膝を 内側に倒しているんだとしたら、右手でその膝を押さえている感じですね。そして、もう片方の左手の方は、肩の高さで横に伸ばしますで。手のひらを床につけるような感じにするんですね。でこの体勢が作れると、そうちょうどその上の方と下の方で逆向きにねじる感じになるので、ここからですね。膝を内側に倒していきます。 で膝内側に倒していくと、あの反対側の肩が持ち上がってくるので、肩が床から浮かないところまであの膝を内側に倒すようにしてストレッチをかけていきます。目線は横に伸ばしている手の指先に添えますで。その状態で深呼吸を3回から4回ぐらいしていくんですね。反対側も同じように行っていきます。 それぞれの対策が対応している部分を背中で手を組むので表すとこんな感じになります。なので、例えばですね、あの背中で手を合わせる背中の合掌とか、あとは背中で手を組むときに、下側の腕がだいたい辛くなるんですけれども、その時に肘が中心に寄せられないなとか、手が、あの 内側の方に持ってこれないなっていう場合には寝ながらできるねじりのストレッチやっていただくとやりやすくなりますし逆にその手とか肘は中心まで寄せられるんだけれどもそこから肘が曲げられないとか手首が痛いとか肩が痛いっていう場合だったら背骨から9センチ離れたところ背中の外側をほぐしていただくとやりやすくなりますのでご自身の困ってる部分をあのより重点的にやってあげるといいかなと思います。 ではまとめいきましょう。硬くなる元を取って肩の動きをスムーズにということで、今回は肩の動きや肩甲骨の動きが固まってしまう意外な原因とその対策についてお話をしてきました。例えば、右手を下にして背中で手を組むのがやりづらいってなった時によく見られるそのコリとかポイントで言うとですね、実は 右の背中の外側が緊張していることによって右のその肩が前肩とか巻き方っぽくなっちゃってその結果として手を後ろに持ってきづらかったりとか肩が引っかかってしまって痛いということになりやすかったりするんですねまた左側の骨盤例えば右肩を動かそうと思った時に反対側の,その左の足の付け根とか左側の腰が硬かったりするとそのせいで手を 中心に寄せようと思っても寄せづらくなって手が届きづらくなってしまうという問題がありました。なので、これらの硬さを取ってあげることによって肩の動きもスムーズになっていきます。右の背中のほぐし方は簡単で、えー、と左手で手をグーにした状態で背骨から9センチ離れたところあたりをあのグーで軽く縦にほぐしてあげると、右の背中の緊張が取れて、右の肩甲骨の動き良くなっていきます。また 手がなかなか寄らなくて届かないっていう場合はですね寝ながらできる体ねじるストレッチしていただくと肘が中心に寄せやすくなって手が背中回した時にあの反対の手に届きやすくなりますのでご自身のその気になるところとあとできるところですねその辺から徐々にストレッチしていただくといいかなと思いますここから先の話はちょっとマニアックになるのでメンバー限定でお話ししています どんな内容をお話ししているのかっていうと肩甲骨を整えるっていうことをテーマにその肩甲骨の動きが悪くなることで起こってしまう症状やそれにアプローチをするために肩甲骨の動きがきちんとしているかどうかを何でチェックしたらいいのかっていう3つのチェック方法があるのでそのチェック方法とそれぞれがやりづらい時にどんなセルフケアをしていったらいいのかどのパーツを整えたらいいのか っていうのをそれぞれあの解説している感じです。概要欄にある先進領地ラボか YouTube のメンバーシップでご覧いただけますので、お好きな方をチェックして続きをご覧ください。以上参考になれば嬉しいです。ここまでご覧いただきありがとうございました。ぜひ明日からのレッスンに活かしてもらえたら嬉しいです。またお会いしましょう。